待ってたよ、リン。では、早速ネタを聞かせてもらうよ。素晴らしいじゃないか。それじゃあ、お礼を送らせてもらうよ。お疲れ様です、リンさん。新たな師匠、発見ですね。確かに、これより解読に入ります。では、しばしお待ちください。星空と相まって本当に綺麗ですね。なんだか幻想的ですね。ああ、まさに精霊を迎えるのにうってつけだろう。
はしゃぎやがって。この辺りでみんなへのお土産でも見繕っておくか。
生き返るな。いい加減にしとけよ。そう毎度てめえの思惑に乗っかってやるとは思うなよ。まあそうツンツンすんなって。別にこちらはお前さんに強制するつもりは一切ないしな。それより繋がったんだろ、サザーラントからラマールまでの線が。てめえの言う通りだ。ところどころポツポツとつながってきやがった。裸足で泣きわめいて山道を歩いてた時、しょぼくれたおっさんに手を引かれたこと、おっさんに連れられて夜行列車みたいなのに乗ったこと、キラキラしたところに来てあの人に紹介されて、どいつもこいつもお人よしっつうか。そうか、まあ大方睨んだ通りだったか。てめえ、だったら何でもっと早く。たとえ俺が何か教えてそれでお前さんは納得できんのか。全てを自分の目で確かめる、そう言ったのはお前さん自身だろう。ち、まあいい、俺のスタンスは今までと変わるわけじゃねえ。今度は黒幕関係だ。出し惜しみするんじゃねえぞ。まあそれについては微妙にハードルが高そうだが、いずれにせよ今回の演習じゃ大したネタはつかめないと思うぜ。明日は相当ヤバそうな感じだし、とっとと寝た方が身のためだろう。そこの教官殿に指導されちまう前にな。てめえ、いつから。この場合謝るべきか問いただすべきか、どっちだろうな。それは軍用通信機か。都合したのはレクターさんですか。当たりだ、いわゆる暗号回線でな。ちなみにミリアムやクロウサギは噛んでないから適当に黙っててくれ。そんじゃ二人ともとっとと寝ろよ。
チ、マジでどっかから見てるんじゃねえだろうな。おい、なんかねえのかよ。いや、別に。もともとうさんくさい人だからな。アルティナとは別の関係者を送り込んでも不思議じゃないだろう。ただどうも君は情報局員というわけじゃなさそうだな。ふん、足りめえだ。そもそも便宜も図られちゃいねえ。俺が第二に合格したのは完全な実力。カカシ野郎は関係ねえ。そうか、じゃあどうして。ふん、個人的にどうしても知りたいことがあってな。それを知るための近道が第二にあるってあの野郎に囁かれたのは確かだぜ。レクターさんがそんなことを。さっき話が少し聞こえたが、君が知りたいのはひょっとして。てめえに話すことはねえよ。それともなんだ、羅刹あたりに突き出すか。カカシ野郎から情報を引き出す代わりにいろいろ調べ物はしてたからな。言ってみりゃ情報局の隠しスパイ。ちびうさよりも立ちが悪いだろう。あのおっかない文校長様が知ったら即刻退学にでもするんじゃねえか。おい、まさかとは思うが、本気で言ってるんじゃないよな。大人びてると思ったが、自分のことになると意外と周りが見えなくなるというか。悪い、そんな目で睨まないでくれ。そもそもアルティナがいる時点で情報局のスパイ云々は今更だろ。第一、あの部校長がそれを知って君を辞めさせたりすると思うのか。そいつは断言するが、ありえないな。むしろ面白がってとことんやれまで言いかねない。いや、いつでも寝首をかいてこいとか言い出しそうな気も。やめろ、想像しちまうだろうが。ったく、これだから常識の通じねえ連中は。だったら林教官、あんたはどうなんだ。処分の目がないとはいえ、心情的な問題はゼロじゃないだろう。俺は俺自身の知りたいことのために情報局を利用して第二に入った。七組入りを決めたのも 100% そうだ。そんな少年のクソ生意気な問題児を入れておくメリットなんざどこにある。メリットがなければ担任として教えたらいけないのか。俺はさ、アッシュ、自分がここまで来れたことに感謝しているんだ。そりゃ嫌だったさ。あんなに仲が良かった旧七組のみんなと1年で離れ離れになったのは、政府の腹立つ要請を引き受けて灰色の騎士なんて持ち上げられたのも、もっと言えば捨てられて拾われて君の悪い力を持っていたことも、大切な仲間を失ったことも。でもそれらが何の意味もない無駄なことだなんて思いたくはない。君だってそうなんじゃないか。君の事情は知らない。だが育ててくれた人の愛情はわかる。なんだかんだ言って面倒見いいしな。仲間のフォローもちゃんとするし。そんなの君の有り余るスペックからすればどうってことないか。ちなみに君は大したやつだとは思うが、それぞれ上には上がいるぞ。クルトは壁を感じているみたいだが、間違いなく剣士としては天才だろう。ユーナもあれで警察学校を卒業した。タフさも粘り強さもある有望株だ。アルティナは生徒の枠にとらわれなければトップクラスのエージェントでもある。ミューゼはまあコメントは控えておこうか。まあわかるけどな。
まあ言いたいのは、君も間違いなく彼らから影響を受け、また与えているってことさ。それを是とするか非とするかはあくまで君自身の問題だろう。だがそこに少しでもメリット以上の意味が見出せそうなら、七組特務課という集まりに君の居場所がありそうだったら、俺はその手伝いをしたい。ただそんな風に思っている。くせ、臭すぎる。なんでこの俺がこんな青春ドラマに付き合わされてんだっつの。君の七組編入を決めたのは文校長だから、文句はそちらにな。ちなみに俺の意見を言えば、アッシュが入ってくれたのは嬉しいぞ。社交辞令とかじゃなく。キモいんだよ。ったく、今日のところはおとなしく引き上げて寝てやるよ。あんたの自分をさらけ出すやり方に先制されちまったみてえだからな。時と場合によるさ。絶好のロケーションでもあるし。言ってろ。明日はどう考えてもやべえんだろう。俺たち7組を率いるつもりがあるなら、とっととあんたも休むんだな。ああ、おやすみ、アッシュ。はあ、それで君の方はいつまで起きてるつもりだ。バレちゃいましたか。別に立ち聞きしようとしていたわけではないんですよ。ただ明日のことが心配で目が冴えたので、潮風に当たりたくて。ってアッシュさん相手とあまりに態度が違いすぎません？は？もしかして。そういうのはいいから。分かってると思うが、くれぐれもアッシュのことは。ここだけの秘密ですよね。個人的にアッシュさんの経歴に興味は出てきてしまいましたが、少しだけ我慢することにします。ああ、そうしてくれ。君にかかったら大抵のことは丸裸にされてしまうんだろうからな。あら、ひょっとして教官、先ほどの話私にも聞かせていました？君の気配は分かったからな。さっきアッシュに言った、互いに影響を受け与え合う関係、言うまでもないだろうが、君に対しては少し違った意味がある。この2週間担任として接して改めて確信したよ。秀才かつ天才的なクルタよりも、才能の塊みたいなアッシュよりも、人間として力強いユーナよりも、得意な経歴を持つアルティナよりも、君は普通じゃないな。あらゆる意味で、そら恐ろしいほどに。君の怖く的な言動、ちょっとした冗談やおふざけ、一挙手一投足に至るまで、全てが俯瞰され、計算された上で、どう因果が巡るかまで君には見えている。あくまで自然に君自身が楽しみながら。アッシュが女郎雲なんて君のことを揶揄していたが、そんなレベルじゃないだろう。さしずめ、トップクラスのプロのチェスプレイヤーのように、何千手何万手先まで読んで望む盤面を引き寄せようとしている。そうじゃないか。正直驚きました。教官の聡明さはもちろんある程度は把握していましたけど、まさかそんな形で切り込んでこられるなんて。八王一刀流でしたか。そのあたりの心構えなのかしら。私という人間を捉えるのに特殊な見方をされたんですね。
勘の目と言ってね。あらゆる先入観を排し、あるがままを見て本質を捉えようとする。なんだ、頭がしびれるように甘い。そうですか。極めれば何事も断りに通ずる。やはり欲しいです。灰色の騎士としてではなく、先輩の大切なお兄様としてでもなく、教官のことを、教官の心も魂も。危ない危ない。今更かもしれないが、あんまり大人をからかうんじゃない。相手によっては冗談にならないことだってあるんだぞ。失敗しちゃいました。以前尊敬する方の一人に教わった殿方を虜にする魔法だったんですが、やっぱり香りも重要みたいですね。あのラベンダー、なんとか取り寄せられないかしら。君は、いや。別に魔女を気取っているわけじゃありません。ですが以前とある機会にお話しすることがあっただけで、これ以上は秘密です。分かった、そこの詮索はやめておこう。さあそろそろ寝た方がいい。明日は多分早いぞ。わかりました。教官が添い寝をしてくださったらぐっすりと。しません。ほらいい子だから。なんだか父親モードになられてしまったような。まあいいです。それでは教官、おやすみなさい。ああおやすみ。そうだ、最後に一言だけ。互いに影響を受け与え合う関係、いくら君がそれを制御できたとしても受ける影響はゼロではいられないはずだ。その意味で見守らせてもらうよ、君と七組のみんなを。これから先も。よろしくお願いします、リーン教官。Thank you.
通信波妨害装置も成功だね。遅かったじゃん。せっかくの前夜祭が楽しめたっていうのにさ。やれやれ、お前さん本当執行者に向いてるな。執行者にしては勤勉すぎる気もするけどね。おっと、彼女たちも来たみたいだ。ダリーがぼちぼち始めるとすっか。夏至の夜を邪魔しないよう忍び足でこっそりとね。名誉なことだな。報酬が出ているぞ。名誉なことだな。報酬が出ているぞ。ご苦労だった。ああ、かなり遠いがでかすぎる。よほど非常識なサイズじゃねえと。列車砲か。緊急事態発生。みんなすぐに準備して。各方面との通信をつなげ、砲撃箇所の特定を急ぐぞ。全機構兵出撃準備。いつでも出られるように。戦術家集合。装備は確認しとけよ。この威力は RF の新型列車砲。バラッド校が正規軍用に作らせた代物か。東からだな。距離にして800セルジュ。それって峡谷方面。こちらバレスタイン。やっと繋がったか。ああ、こちらは大丈夫だ。だが、バラッドってやつが作らせた4機の列車砲が強奪された。ラクエル北の峡谷地帯に全部が運ばれたみてえだ。幻獣が出たあたりか。バカな、そんな入り組んだ地形にどうやって列車砲を運び込む。確かに自走できるキャタピラもあるそうですが、それでもさすがに無理がありません。バラッドの私兵から話を聞いたが、例の新機が現れたらしい。それが手をかざした瞬間、全ての列車砲が消えたそうだ。空間転移能力。白い新機は空間を操る。それで4機とも運んだのかよ。
台が。いかんな、住民の避難を急がせよ。こちらは一旦峡谷方面へ向かいます。あ、僕も。俺も付き合います。私も付き合おう。バイクで飛ばせるはずだ。カッカ、パトリックもオリディス方面を頼みます。バカな、今度は全軍を峡谷に送れとしてるのか。そうだ、列車砲を全て奪還するのだ。いいか、無傷で打倒、元手がかかっているのだからな。カイトの守備はどうするのです。それにここを開けるわけには。あの砲撃の前に守備など何の意味がある。海上要塞はわしに任せよ。これより護衛と向かうのでな。まさか自分だけがここに逃げてやり過ごすつもりか。重将、峡谷に軍を送るにせよ、ここを明け渡すわけには。いや、統合地方軍へのバラッド校の監督権限は絶大だ。たがえるわけにもいかん。だがあらゆる事態に対応できるようにしておこう。第一から第八は峡谷方面へ。俺が指揮を執る。9から12はカイト周辺に展開。避難誘導や被害への対応を行え。イエス、コマンド。あの方の言葉通りか。綱渡りになりそうだが、果たして間に合うか。さてと、オーダーのお時間だ。政府が雇ったニーズヘッグは失敗。元北の両兵たちが列車砲を奪取した。結社の力を借りて峡谷地帯に運び、今現在もカイトに砲撃を続けている。整備不足みたいだが、4機もあるからおよそ5分に一発撃てる計算になるな。こんな状況になってやっと詳しい情報を。ま、結社の動きもあったから、いろいろ手探りだったのは確かでな。とりあえずお約束やっちまうか。灰色の騎士リーン・シュバルツァー、帝国政府のオーダーを伝える。結社と両兵たちの狙いを見極め、この地の混乱を回復せよ。引き受けました。ちょうどよかったわ。ワンちゃん、サラ教官、勇士たちも。列車砲の状況が知りたい。これから峡谷方面へ向かう。リーンはどうする？行こう。じゃあ私たちもご一緒します。いや、君たちは念のためこちらで待機しててくれ。そんな。また生徒は置いてけぼりってか。違う、思い出せ。列車砲は確かに脅威だが、それよりも危険な存在がある。昨夜列車砲を運んだあれがどこに現れる可能性がある。そっか、確かにあの白い機体に備えておく必要がありますね。各種装備を整えて待機。どうせ嫌でも協力してもらう。頼んだぞ、7組特務課。イエスサー。
緊急事態だ。このままバイクで抜ける。坂を上がって抜けた先だ。急ぐとしよう。手強いぞ、気をつけろ。クーザー崩れた。こら、ええ、切り刻め。チャンス。そこだ。任せてくれ。俺の番だな。行くぞ。サン。俺の番だな。行くぞ。リマだ。ここだ。これで終わりだ。ええ、ダーッ。リマよ。そこだ。終わりよ。俺の番だな。リマだ。サラ教官、頼んだ。任せて、ダーッ。行くぞ。ふっ、そこだ。時が惜しい、行くとしよう。
私の番ね。任せてくれ。ふっ、逃がさん。俺の番だ。はい、マイ任せなさい。怖いぞ、気をつけろ。気をつかめ、モブレライズ。ガイウス、頼りになるな。リーンに言われると光栄だな。
敵か望むところだ。俺の番だな。ひざまずけ。せいやおのれ。あたしの番ね。切り刻め。任せてくれ。ライトボール。今だ。行くぞ。うなれ。ラテン撃。崩れた。よし、掴んだ。当然だな。やったね。ダン。
敵か。望むところだ。ミノフタ、早く崩れた。みんな一気に決めるぞ。任せるがいい。はっ、俺の番だ。今だ。任せなさい。切り刻め。チャンス。任せるがいい。あとは任せた。母ちゃん、行くよ。任せて。俺の番だ。今だ。行くぞ。ミノフタ、早く。今だ。ここだ。己。任せなさい。行くぞ。崩れたぞ。行くよ。母ちゃん、お願い。行け。はい、任せなさい。俺の番だな。任せてくれ。無念。時が惜しい。行くとしよう。見えた。
任せてくれ。今だ。俺の番だな。行くぞ。せい。せい。無念。さあ、とっとと先に進むわよ。やったわね。まだまだこれからだ。こんなもんだろう。そうだね。でも面白そう。聞くだ。崩れた。もらったわ。俺の番だ。タスマキを投げ払え。今だ。崩れた。
ね。母ちゃん、ハンマー、どっかチャンス。こんな、これで終わり。こしゃくな。行くぞ。行くぞ。うなれ。螺旋撃。くらえ。俺の番だ。火をつかめ。ノーブルライズ。俺の番だ。はっ、どこだ、崩れたぞ。任せなさい。深く。俺の番だな。せい、今だ。さらかか、行きますよ。了解。行くぞ。そこだ。任せなさい。はい。行くぞ。行くぞ。はっ。崩れた。もらったわ。任せなさい。だ。行くぞ。そこだ。はい、せっ、ダン、行くよ、行くよ、ホワイトデコレーション、行くよ、行くぞ、え、そこだ、崩れたぞ、させるか。ここからがほはっ。まだまだ未熟か。いくよ。やあ。ありがとう。ここからが本番よ。負けられない。今だ。もらったわ。まだやれる。吠えろ、セイクリッドロア。行くぞ。せい、崩れた。もらったわ。深く。サラ教官、やりましたね。君もすっかり一人前ね。よし、掴んだ。やったね。当然だな。
血染めのシャーリー、それに戦撃だったか。しかも中隊クラス。試練のお姉さん、数年前に一度やり合ったかな。妖精とも楽しませてもらったし、期待させてもらおうかな。ったく、あんたとじゃれ合いに来たんじゃないんだけどね。うん、猛獣タイプか。これはこれで悪くないが。気が合いそうだね。お姉さんみたいなのも好みかな。ったく、何しゃれてやがる。トバルさん、アガットさんも。遅かったじゃない。あれ、厄介な連中に邪魔されてな。追いついてきやがったか。鬼ごっこも終わりかな。俺たちを巻くとはなかなかやるみたいだが。ん？状況が変わった。この場は俺たちに任せとけ。赤い星座はともかく、北の両兵の本体は別の場所だ。敵対や白い神器と同じくな。確かに砲台を動かしているのはせいぜい分隊クラス。大多数の本体はどこに行ったのかということか。でもお二人だけでは。心配無用だ。ランディさん、ミハイル少佐、それにドラッケンにシュピーゲルも。第二分校、加勢させてもらう。ドラッケンとシュピーゲル、戦術家メンバーを連れてきたぜ。ちなみに例のブースターを利用して上がってきました。シュライデン流の名にかけてこの場は任せてもらうわ。シュバルツはサラともに、ユーシス殿たちも列車砲は誓って食い止める。代わりにどうか頼みたい。愚かなる統括者が引き受け、風前の灯火となった本丸を。本丸？統括者ってまさか。本命はジュノーか。また会ったな、受験。同じ赤毛同士よろしく頼むぜ。ランドルフだったか。エステルたちから話は聞いてるぜ。よろしく頼むぜ、不当のアービング少佐。ゼロ駆動のランドナーか。永久並みという実力見せてもらう。A 級クラス2名に黒旋風だっけ。面白い若造を見つけたと思ったが、まあいい、あれはあれで熱くなれそうだからな。作戦開始。4機の列車砲を停止する。風と女神の加護、行くぞ。おお、はい。
こんなことに。女神よ、わしが何をしたというのだ。怠惰と強欲は罪。その程度で帝国最大の領邦を治めるなど不可能と知りなさい。逃しませんわ。貴様ら、次期海運公に無礼であろう。領民に加えて会議に来た同胞も見捨てるとはな。あらあら、貴族の風上にも置けないわね。感謝する。我らに死に場所を与えてくれて。これでハリアスクを落とされた借りが返せるというものだ。礼には及びません。されど戦はこれからが本番。最後の遺産を見せてもらいましょう。完全に落ちたようだな。見くらう蛇の紋章、そしてもう一つの紋章は見覚えがあるね。ノーザンブリアの古い紋章だったか。ええ、28年前の異変の時、皇国を捨てて逃亡した太后家の旗。バルムント大公だったか。それをわざわざ使ったということは、帝国に帰属した故郷の人々に迷惑はかけたくない。だが意地は見せたいってところか。本当にバカばかりなんだから。西風の、ふん、ニーズヘッグまでいるなんてね。そして噂の仮面か。よう、2日ぶりだな。強国方面も結構暑かったやろ。まあこちらの方は一足遅かったようだが。なんとなく来ているんじゃないかと思っていたよ。サザーランとクロスベルで行われた結社による実験、それを阻止すべく様子を伺っていた西風の旅団に知性の代理人。要するに今回も同じわけね。動くはずのない神器を持ち出して決戦の舞台を用意するという実験は。そういえば前回も前々回も。つまり破壊工作そのものを目的とした実験ではなく、こうした状況を作って対戦相手に挑ませようとするのが実験の趣旨というわけですか。そこまで見抜いていたとは。ま、今回の対戦相手は俺らとこっちの兄ちゃんでな。敵対に私兵ども、相手にとって不足はない。政府とは別口で
西風と契約を結ばせてもらった。峡谷での戦いには敗れたが、せめて違約金の補填はせねばな。てなわけでお前さんたちはお呼びじゃないってわけだ。特等席から見せてやるから、まあゆっくり観戦してるんだな。ざけんなくら。そのような弱いことを認められるとでも思うか。ならばどうする。まあ俺らが万が一破れた後なら構わへんけど。譲れというのは通らぬ話だ。文句があるなら要塞攻略の肩慣らしに相手してやってもいいぜ。なんて闘気だ。王がいるだけでここまでの力を。今回に限って言えば将は必須となるだろう。あちらで待ち受ける聖女に挑むという意味では。すでにここは戦場、戦には将が必要ってことや。市殿に縛るさ、貴族の若様もいるみたいやけど。将というには少しばかり役者不足なのは否めんな。それはならばその将、私が務めさせてもらおうか。貴族連合軍で使われた召喚用の飛行艦？むちゃくちゃすぎんだろ。おいおい、聞いてへんで。なるほど、まごうことなき将か。あんたが有名な羅刹さんかい。どんな化け物かと思ったが、とんでもなくいい女じゃねえか。私も貴殿の名は存じている。西風の良兵を。死んだと聞いたが、まみえて光栄だ。ではそこをどいてもらおうか。あいにく先着はこっちでね。ラクエル組んだりでダラダラと出待ちもしてたしな。そいつは筋が通らないんじゃねえか。筋ならある。へえ。退いたとはいえ、かつての我が居城、託した右腕の留守を狙っての占拠、見過ごすわけにはいかぬ。ましてや己が戦での仇、受けての結果ならなおさらであろう。下がるがよい、部外者よ。さもなくば私が相手となろう。正直に言えよ。大義名分や使命感もありはするんだろうが、何よりもあそこの聖女さんとやり合いたくてたまらないってな。ああ否定はすまい。まあ美人に譲るのは悪くねえ。市殿の嬢ちゃんもいるし、今回だけはサービスだ。父さんから聞いた通りね。くせ者だけど筋は通すって。そいつは光栄だ。大佐には西風の立ち上げ時にいろいろと世話になったからな。また墓参りに行かせてもらうさ。ま、安城決まりや。お前たちが敗れれば我らの出番となるだけだからな。
相手は至高にして伝説、配下は盛況で私兵どももいる。そこの羅刹はともかく、七組とやらがどこまで通用するか、高みの見物をさせてもらおうか。上等だ。せいぜい見届けるがいい。私は七組じゃないが、締めさせてもらおうかな。さすがに緊張したな。無駄なやりとりよ。シュミット博士。分校長といらっしゃったんですね。結社の実験とやらもおそらく今回が集大成だろう。新規とやらの出来も含めて一度見極めておこうと思ってな。通信でハーシェルから聞いたので、事情は全て存じているつもりだ。鋼の聖女とやら、噂が真実ならば見逃す道理はあるまい。音に聞こえし伝説の武人、いかほどか確かめさせてもらおう。空間への自在な干渉、白き神器はなかなか興味深い。私はここで観察させてもらおう。本当むちゃくちゃなんですけど。面白いじゃねえか。ですが分校長、自分たちは7組として動いています。あくまで共同戦線ということでいいですね。無論だ。あくまで対等、将としての肩書きのみ仮装。音に聞こえし自伝の力も存分に見せてもらおうか。あ、いや、さすがに恐れ多いっていうか。峡谷での戦いも激しさを増していそうだな。時が惜しい。攻略を開始しましょう。かつての上司にお聞きしますが、どのように攻めるべきでしょうか。よくぞ聞いた。旧貴族連合軍最大の拠点、内部は尋常ではない広さだ。しかも万が一攻め込まれた時に二手に分かれて攻略せねば制圧できぬような仕掛けがある。それは攻め手を二つに分けるということですか。シュバルツァ、主攻、副攻に分けるがよい。ちなみに主攻は長く険しく、先に天守閣にも到達する。歴戦の強者を揃えるべきであろうな。そんなはずはあるまい。プレロマソ、おいおい、まさか。昨日戦った。猛獣型幻獣ですか。これも結社の仕業。門番代わりの番犬というわけか。至高に副攻連携して。その必要はない。王に絢爛舞踏。なんという黄金の羅刹。なんか情報局の情報よりすごいんだけど。ただの余興だろう。これより先は戦場、幻想の入り込む余地はない。シュバルザ、始めるがよい。了解しました。トールズ士官学院新旧7組並びに協力者一同、これより二手に分かれて海上要塞の攻略を開始する。
待ち受けるは結社の鉄騎隊、そして旧北の両兵たち。各自全力を尽くしてくれ。おー！